ご機嫌斜め様のためにピアノを弾きに行きたいと思います。さっきまでこれ泣いてたからもう涙が出てる。ご機嫌斜め様、ピアノ弾く前にもう機嫌が良くなっちゃったんですけど、せっかくだったら弾いていきます。最近ちょっとまさにハマってるのでね。